ちらです。こんにちは。こんばんは。こんばんはか。初夜。初夜だ。いや、でもドライブトークの。あ、ドライブトークか。いや、でも今本当にめちゃくちゃ裏道でライト焚いて撮ってるんですけど、結構いい感じじゃないですか。結構いい感じに撮れてると思うんですけども、夜ロケです。はい。最近ご好評いただいてます買い物企画をまたやっていこうじゃないかと。いうところで、皆さんここどこだと思います？ちょっとわかんないっすね。この前の表参道よりかはまあ当たるか、三茶です。三茶です、はい、三軒茶屋。三軒茶屋、はい、三軒茶屋と言いますと、渋谷から田園都市線で2駅ぐらいのところにある、はい、ところです。古着屋さんが多いというところなんですけど、今日僕らが夜来てるというのはですね、夜に開いてる店が結構多いんですよね。うん、確かに。遅いお店とかだと10時とか11時くらいまでやってます、ね、ですね。そうですね、もっとやってるところありません？もっとやってる。1時とかまで、うん、なんで、アパレルの店員さんとか美容師さんとかが仕事終わりに寄ったりとか、芸能人とかも結構来るみたいなエリアでございます。なんで今日はちょっとそんな三茶のお店をですね、練り歩いて、そうです、ね、いい古着と出会えればなというふうに思うんですけど、はい、三茶来ます？三茶僕もともと家が近いです。前住んでた家がすごい、僕田園都市線に住んでたんで、よく来てたんですけど、古着屋もそうですけど、やっぱ飲み屋が多いですよね。飲み屋多いね、うん、美容師さんとか本当に三茶で飲んでるイメージ多い、ね、三茶で飲んだら知り合いに会うみたいな感じでしたね、うん、僕も古着屋っていうよりかは飲みの方が多分多いかなって感じですね。割合は高野さん三茶で飲んでるイメージあるわ、よく視線感じます。怖い。僕ないです、ほぼ来ないです。あ、ほぼ来ないんだ、はい、ちょっと怖いんで三茶。あ、なんで？なんかね、イケてる街だから。そうです、イケてる街だから、ちょっと怖いんですよ、ね、前回に引き続き加藤くんがイケてる街を嫌いなんだけど、最終的には好きになってるっていうので、はい、目指してその流れをやっていきたいと思います、はい、僕もね、本当に美容師時代に買い物に来るために深夜にちょろっと来たぐらいで、本当に10年ぶりぐらいかもしれないですね。おお、なんでかなり当時のお店が残ってるかどうかとかもチェックしながら回っていきたいと思います、うんうん、ということで今日は前回ここだったんですけど、うんうん、こうしますか、こういう感じ、これ初ですね。確かにこの感じ、うんうん、これで一巡した、うん、一巡したね、したっす。まあ高間さんがいるんで、うんうん、楽勝かと。怖い。違う意味で怖い。二人は調べながらって感じですかね。あ、そうですね、うん、まあでも裏道歩いたらなんか古着屋さんポツポツあると思うので、ですね、いつの間にか4人になってるかもしれないですけど、うん、回っていこうかと。行きましょう。こういうふうに思います。僕の癖あるセレクトでなんか面食らわないでください。どういうこと、怖い。後ほどお楽しみ。高尾さんみたいないかつい人がいっぱいいるのかな。いるかもな。狙い目は行っちゃっていいのかな。内緒にしとく、うん、まあお楽しみに、うん、でもまあちょっと寒いんでね、あったかいもの欲しい。あったかいものね。もこれはもしやあったかい服。僕はもう春服狙います、うんうん、僕も春服買ってないんで、なんか春服欲しいんですけど、結局古着屋さんも新品の店も探してるものすら見つからないっていう、うん、変な物欲センサー働くんで、うん、なるほど、自由に、まあ、自由にフリースタイルでいきましょう、はい、ということで皆さん三茶楽しみましょう。はい、レッツゴー、いきます。じゃあ駅のど真ん中で、はい、さよなら、さよなら、あばよう、あばよう。高ママさんとデートするのは下北ぶりですかね。そうだ、あの時楽しかったっすね、公園のあのあれ楽しかったっすね、ハトちょめちょめ事件。あれ本当にちょっと歴史に残るぐらい。あれ歴史に残る。なんかハト業界みたいなのがあったらなんか送ってあげたい。今日は三茶たまに来るんですけど、はい、僕が今まで行ったことない、名前はもちろん知ってるんだけど、はいはい、初めて行く場所に、行きたい行きたい。さんは何しようかな。僕はもうね、あの撮影の前に今日は高ママさんと回るから、はい、一切調べないっていうので、うわずる、来てるんでお任せします。わかりました。本当にね、僕三茶本当に10年ぶりぐらいで、うん、昔ノワールさんってあります？あー、名店ですね。名店ですか？反対側だ、商店街のちょっと入ったところですね。そうそう、それこそおしゃれ芸能人がちょこちょこ来てるっていう噂を聞きつけて、菅田将暉さん。あー、そう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 、ミーハー心で行ったことあるんですけど、めっちゃ渋かったですね。へー、店内もすごいギュッとしてる、ギュッとしてる、ギュッとしてる。量量が結構すごい、うん、でもうヴィンテージがほとんどで、そうっすね、ヴィンテージほとんどですね。下手したらミュージアムピースみたいなやつが多いです、うんうん、そうっすね、高かった。結構今日は夜撮影なんで、はい、そんなにダラ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 、うん、中目ほど回れないと思うんで。
僕の悪い癖でじゃあサクサク行きたいっすね。あんま話し込まないです。塩対応で今日話し込んだら僕もう切れます。でもそもそもやっぱこの渋谷とか下北とかいろいろある中で三茶にお店を出そうって思う時点で、なかなかこだわりが強いというか、そんな気はするんで、三茶にある古着屋さんってイケてるアイテムが多そうなイメージではあるっすね。本当にその一点物感が強いアイテムを取り揃えてる店のイメージは強いですね。なんかまあいい意味で寄り添ってないというか、売れるものを取り扱ってるわけではないっていう感覚はある。提案系ですよね。どこ行きますね。どこ行こうね。とりあえず三茶嫌いと言いつつもね、なんとなく分かる。とりあえずあっちか、バンクとかあっちの方。スズラン通り。スズラン通り系分かんないけど、僕もあそこら辺の古着屋はちょこちょこ行きますね。あ、そうなんだ、はい、あ、なんか懐かしい。あそこの上島コーヒーで元カノとバチバチに喧嘩した思い出がある。僕この前ここで深夜にベロベロに酔っ払ってるギャルに逆ナンされました。でも三茶はそうだよね、飲み屋がメインなイメージはあるんですよ。本当に夜は本当に酔っ払いの方が多いね。さあここがスズラン通り。スズラン通り適当に、適当すぎてあれなんですけど、さっき加藤さんの話してた、はいはい、ライト、ザ・ライトさん、はい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 、はここか。どうする、ここから行ってみる。一回行ってみます。そうだね、2階だね。オムニ食堂、オムニ食堂の2階で、ここでも僕たまに買います。でもなんかそうインスタ見た感じね、すげえ良さそうだった。ちょっとミリタリーっすよね。うん、オムニ食堂もうまいっすね。あー、ここ、はい、行ってみます。行きます。いよいよもう本当に静かになってきましたね、はい、こんなところにあるっすか。よく見つけましたね。実はここなんか良さげな。知らないぞ。パルプ、パルプさんですかね。全く知らない。ちょっと入ってみます。一回行ってみますか。一回入ってみますか。パルプさん寄ります。じゃあ寄ります。入っちゃうしょう。なんとなんとなんとパルプさん入ったらチャンズを見てくださっていた。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ見させていただきます。嬉しい。もう本当に今通って、あ、ビトンのなんかパケットあって、高尾さんのセンサーがピンってなって入ったら、パルプさんはどういう古着が多いんですか。本業がスタイリストなんですよ。へぇ、音楽系の仕事をさせていただいて、はいはい、あれ、ここ自体は、僕は新潟でも古着屋系ですので、僕、ちなみにこのお店に立つのは月に 2,3 回なんですよ。え、めっちゃレアじゃないですか。激レア。激レアなんです。だからめちゃくちゃ嬉しい。なんか僕見たことある方だな。嬉しい。引き、これ今日やばいっすね。いや、僕が一番引きっす。もしかしたら、あと2人も後でもしかしたら来るかもしんないです、ね。ぜひぜひ。ちょっと、漁らせていただきます。ご視聴ください。よろしくお願いします。どうでした。まあ、1個ちょっと欲しいなってのがあったけど、まあ、まだ1店舗目だから。いいっすよね。いいね。見やすい、すごい。見やすいっすね。うん、今時期ってさ、マジ分かんなくない、何買っていいか。いや、そうなんですよ、うん、なんか冬物買うのもちょっと悔しいし。そう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 。あ、水、あ、水あるじゃん。水行きますよ。ちょうど下なんだ。水行ってみようか。水行ってみますかね。もう有名ってか、結構インスタは見させてるお店で、ね、水行ってみます。はい、できました。できました。なんかでももうそろそろ冬服って感じじゃないですね。なんかそうだね、ラインナップね。今2店舗しか見てないけど、春服、春っぽいね。ガチガチのなんかヘビーアウターはもうあんまり少なくなっても少ないね。今日でも大寒波です。すげえ寒いんです、ね、めちゃめちゃ寒いんだわ。次どこ行きます。あそこバンクありますよ。じゃあバンク行ってみようか。すごいねこの並び。いや、ここすごいっすよ。人間いっぱいあるんだね。バンクさんはすごい有名っすね。有名だよね、三茶といえば感。うんうん、バンクさんです。はい、見ていきます。はい、結構珍しいもの相当ありますね、うん、あれも昔めちゃくちゃ海外のセレブが来てバズってますか。どうですか、あのモノトーンの。へぇ、これすごい。うわ、かっこいい。高田さん、掘ってみちゃいましょう。いきなりいいですか、はい、自宅というか、このネームがすごい。うわ、すごいな、手書きっすね。うん、今日ちょうど、うわ、これいいじゃないですか。あ、これ、あ、これはいいわ。あ、これめっちゃいいな。意外と音数軽いんですね。柔らかい、すごい。うん、あ、本当だ。結構バキッとしてる。バキッとしてそうな。ちゃんとくるみボタンになってるんですよね。へえ。同じ生地で。こう、カメラを止めて物色しましょうか。はい、普通に見ましょう。はい、これガチで見ます、ね。はい、僕もガチで見ます。はい、じゃあちょっと物色します。バンクめっちゃいいっすね。バンクいい。さすが。さすがとしか言いようがない。二人ともちょっといいの。いいのあったね。ありましたもんね。これは今日はちょっと豊作な予感。ね。
どこ行ってもそれなりに欲しいもん。やっぱ三茶でこうやって歩いてると普通にあの飲み行きたくなっちゃう、ね、そうなんだよね。古着より酒です。酒飲みたい。時間もね。時間も時間だしね、今日ね。ちょっと池尻方面に。そうだね、行ってみるか。ちょっとあるかみたいな。ハグレム。ハグレム。あのそう、友達がスタッフやってるんで。あ、そうなんですか。もう行ってみます。うん。でもね、多分歩きしんどいよ。タクシー乗りましょう。タクシー。さすが。すぐ着く。三茶からちょっと遠いんですけど、タクシーで。タクシーで。そうですね。淡島。淡島です。淡島。淡島。ハグレさんですね。ハガレさん。ハグレ。はぐれ、はい、はぐれさん、いや、ここで決めたい、決めたいね、はい、顔、はい、ですね、ちょっとスイッチが入っちゃってまして、2人とも、あの、この店、やばいっす、やばい、あの、ちゃんと知ってた、知っててくれてたからとかではなく、ちゃんとやばいっす、こんないいセレクトあります？エルメスとか、チャンピオンのヴィンテージもいっぱいあるし、もう、高ママさんももう止まんなくなっちゃってますね。なんでちょっと僕らね、ワンちゃんここで終わっちゃうかもしれない終わっちゃうかもしれないですけど、今ちょっと片っ端から来てますし、なんなら僕今もう着てるもの買います、見せらんないですけど買います。逆系です。あー、いいっすね。最近筋トレしてるし、ね、あ、はい、え、これ本当にそう、オフィシャルですね。オフィシャルですか、はい、ゴールドジム本物だ。そんな昔からあるんですね、ゴールドジムってね。どうでも90年代くらいから多分あるんじゃないですか。この ロゴがなんかちょっと今よりだいぶ癖強めそうですバッキバキだもん、マジでバキです。本当に半間裕次郎みたいになってる。今のところ僕のお会計が10万を超えそうなので、一回、カメラマンに回りたいと思います。買いました、買った。俺はもう即決一目惚れ。結構悩んだけど、悩んだね、はい、いいの見つけました。でもめっちゃ似合ってた。本当ですか。はぐれさんめっちゃいいっす、ね、ね、店員さんがめちゃめちゃやっぱりね、店員さんもすごいいい方、いい方だし、ちょっとなんかでも三茶中目と同じくだりになるけど、ちょっと三茶は好きになるなんか思ったより怖くなかった街が。そうっすね、うん、ここはもうほぼ下北に近いぐらいの感じっすよね、おそらくは、うん、今時期マジ何買っていいんだろうとか思ってたけど、無事買えた。そうっすね、でも春物かな。そうだね、春物っすよね、使ったの。そろそろ春を意識していかないと、うん、って感じだからね。じゃあ一回そうだね、合流しましょうか。合流しに行きます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう爆買い、ありがとうございます。また来ます、買い付け終わったら。また来月、はい、また来月。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと、はい、化け物のようなスイッチが入ってしまってまして途中からお洋服から目を背けてました終始無言の時やな放送事故、普通にやばいな、本当に。いや、古着面白いわ。面白いっすね。面白い。でも今日は相当いいの変えたんじゃないですか。いいの変えたんですけど、まだ足んないっす、僕。足んない、あ、全然足んない。まあじゃあ2週間後に、はい、買い付けから帰ってくるのかな。そうらしいですね。なのでそこを楽しみに、はい、動画が回ってないタイミングで普通にしれっとプライベートに行きます。そうっすね、はい、じゃあちょっとサムネを撮んなきゃいけないので、はい、駅の方に戻りましょうか。仕事しましょう。はい、仕事しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、冒頭三茶ちょっと苦手説。いや、もういつもの通りですよ。ちょっといいなって思ってほらほらね、何が良かったっすか。いや、なんか結構怖い街だと思ってたんですよ。あの、古着屋って言ってしまうと店員さんなんか挨拶なかったり、うん、ちょっと冷たい街なのかなと思ったんですけど、うんうんうん、なことなかったっす。なかった、はい、そうっすね。2人はどことどこ行ったんですか。バンクさんとか、うんうん、がある通りで、その後は茶沢通りを抜けて淡島通りの方に行って、下北方面ですね、はい。まあ、一方僕らは1店舗目で爆買いをかましてしまう。そうなんですね。っていうので1店舗目2時間いましたねじゃあそれ終わりですか。一応終わりだけど他の店も行って、いや戻ろう、うん、はいはいはい、最初で時間をしましたね、だいぶ。もう、はい、この通りすげえめっちゃ買ったっすね。こんな買うなんてないっすよ、本当に、うん、本当に久々でした。なんでちょっとね、スイッチ入っちゃった時からすげえ楽しかったです。めちゃめちゃ楽しそうだね。かっこいい、楽しかった。早く見たいっすね、見たい。今回ばっかりはいつもね、買ったもの紹介僕が最後ですけど、うん、ちょっとこれはあれじゃないですか、エイトさん最後にしましょうよ。しましょうか、うん、はい、わ、はい、かりました。僕らチームからいきますか。はぐれさんで、はぐれさんで買ったんですけど
あ、ダウンじゃない。お、ダウンじゃない。いや、ダウンちょっと探したんですけど、もう売ってないです。売ってない。そう、時期的に。そう、でん、へえ、珍しいっすね。かわいいこれ。それウールのオールインワン、オールインワンなんですけど、まああれですね、あのおそらくアメリカだろうっていう、アメリカの作業着、作業着のジャンプスーツというか、かわいいっすね。そうなんですよ。いつぐらいの年代なんですかね。だから年代はでもね、全然わかんないですね。不明。しかも国もアメリカっぽいんだけど、なんかの素材感がヨーロッパっぽさもあるから、謎です。ドイツとかじゃないですか、なんか、なんかね、ちょっとポエンチップがヨーロッパっぽい感じもしますよねみたいな感じで店員さんは言ってました。で、これめっちゃでかいんですよ。 2XL とかなんですけど、XXL とかなんですけど、結構着るとダボっとするんですけど、 その感じが意外に、ね、でいいな。これ絞るとすげえいい感じにシルエット綺麗になるんだよね。面白いんですよ。これがなんかシールみたいなんですけど、しっかりくっついてるんですよ。ヴィンテージ感がありいいなと思って買いました。1万6000円ぐらいです。お、安いですね。意外と、意外と。あと春服第1号って感じですね、僕は。なるほど。で買ってみました。でもハグレさんめっちゃ良かったっすね。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。接客が神。接客めっちゃいいですね。そうなんです。セレクトもいいし、ヴィンテージっぽいのもありながら、ちょっとこうセレクトみたいなコラボしてるアイテムとかも見てて、ブランドさんとそういうのもなんか見てて面白かったです。なるほど。ぜひ行ってみてください。はい、はい、ありがとうございます。堀さん今日は1着。もうこれだけです。おお、珍しい。確かに珍しい。確かに今日ちょっとお気に入っちゃってるかもしれないです、ね、なるほど。じゃあカットちゃう。はい、僕。あ、お、あ、あ、え、お、お、じゃあ行きましょう。珍しいですね。3着。3着。おお、買ったっすね。買ってるんです。じゃあまず革パン。別にこれあの何の変哲もないというか。すげえ。謎のエンジョイ。エンジョイ。エンジョイ。あ、ちなみにお店さんは全部同じ。はい。2人とも同じパルプヴィンテージクロージングさんかな。皆さん行ったんすね。僕らのことを知ってくれていて、忖度なしで行こうって思ってたら本当にいいお店さんでした。いや、ちょっとね、これ教えたくないっす、僕。教えたくない。で、まあ、はい、この革パン多分ね、ラムだと思います。なんか珍しいっすよね、この柔らかさ。牛では絶対ない。結構光沢あるメゾンっぽい感じの色でいいなと思ってたのと、シルエットも良かったので買いましたと、2本目もパンツで、古着好きな人は分かる DC っていうカバーオールとか作ってるブランドのパンツ、ワークパンツで、こういう春だ、桜って感じですね。桜みたいな、ディッキーズみたいな感じの、こういうベルトの太さとか、ジップのこのセブンティーズ感じるとことか、まあ細かいところあるけれども、ちょっと時間外なんで、これはもう色で気に入って買いましたと。これでもすげえ似合ってたっす。へー。一番ちょっと最後の最後、本当はこの2本だけしようと思ってて、エイトさんがお会計してる間にちょっとまた追加で探ってたら、ちょっとこれとんでもないもんですよ、見つかって。普通のジャケットなんですが、実はこれカルティエなんですよ。へー、ほんとだ。ボタニー500っていうちょっと謎のタグがついてて、これあのマーチャント、要は生地屋さんだと思うんですけど、調べてみたら60年代ぐらいかな、ペンシルバニア州アメリカの、のメーカーさんらしいです。へー。だから多分なんかセミオーダーかなんかなのかなっていう、かっけえ。でもシルエットがすっごい綺麗でした。よかったっす。ジャケットってなんかベントっていって、こうちょっとこう動きやすくするように隙間があるんですけど、スリットみたいな、こやばくないですかこの深さ、確かにチャイナドレスバリの、ほんとすげえ。これは良かったっす。これ最後ね、見つけられて良かったっす、ね、そして値段もそんなにしないと。そうなんですよ。そうなんですね。全部で4万、これも2万しないぐらい、1万8000円ぐらい、これちょっとお宝でした。じゃあ僕は、同じくハグレさんで1点忘れてました。いやでもこれ僕の世代で原宿のストリートとかよく行ってた、見てた人たちはまた懐かしいの買ったの、ああそれそれってなるっすよね。そう、それそれってなる。俺もこれずっと探してた、欲しすぎて。へえ、今年1の買い物。へえ、まだ1ヶ月。早っそんなに。ベストバイ。あこれね、これ懐かす。正常期ニットライフローレン、これは懐かしいですよね。ほいね。当時欲しかったけど買えなかったものシリーズ。でそれは値段的に、値段的にもサイズ的にもっていう部分で、当時2万オーバーぐらいだったんですよ。なんかもう急に人気出ちゃって、高くてもしかも状態悪いみたいな。
でかつ僕はもう買えなかったんでパチモンを着てたんです、ラルフじゃない、あ、いろんなブランドで出してたんですね。そうです、そうです。今日ハガリさん行ったら親と思ってあったんで、もう即決で。いくらだったんですか？これが17,000円とかです。へー、当時より安かったっす。安かった。しかもサイズも L。 ぴったりぴったりです。いや加藤くんっぽいな、っぽいチョイスですよね。いやでも本当にね、当時欲しかったものを回収するシリーズは引き続きやってます、ね、行っていただきたい、はい、むしろ僕とエイトさんね、割とその節ある。そうそうそう、過去を捨てきれない人間みたいな。そうそうそう、いいっすね。なってて、しかもそうコットンだから春も全然1枚で、うん、マジでやったらね、白シャツとか、うん、挟んで、そうここにあ、これがいいっすよね。そう入ってんのが入ってんだ、それがいいっすよね。そうこれがいいんすよ。たまにポロベアがこのそうですそうですそうです、あれですよ。あるある、あれは今でも高いっすよね。高い、なんならあれも欲しい。あれ欲しいっすね。目撃情報私とコメント、まあ、これはね期待をそうと思います。はい、念願の一着なんで。ありがとうございます、はい、そして最後、久々に本当に爆発してしまいました。1個目がですねこちら。おお、君か。ニューバランスの、かわいいっすね。聞いたことないと思うんですけど、811。いや俺も知らないこれ。最悪。これがなんかあの高山さんは見たことあるって言ってて、はい、たまに本当に医療用、はいはいはい、メディカルシューズとして、うん、おそらくニューバランスがその病院で OEM 的な形で作ってたんじゃないかっていうやつがたまにあるんですけど、だから多分一般に発売されてるものではない可能性が高いっていうので、やっぱあのこういう歩きやすくてこのベルクロで入れける感じなんですけど、グレーのワントーンを探してたんですよね。そう、なんならそう、先週話してた、先週話してて、俺がベージュのワントーンの買ったんですよ。加藤くんちょっとニューバランス欲しいのあるんだけどって見せられたのが全く同じ、それかぶるのかーみたいな。で、まあ、ワントーンではないんですけどすごく綺麗、うん、しかもニューバランス控えめで、うんはいはい、珍しいなと。いい、ちっちゃい絵のロゴ可愛いですね、うん、もういい。このなんか厚いソールとかもなんかすごい今っぽいというか、うんまあ、ニューバランスらしいですよね、うん、感じでいいなと思ったので、うん、1個目これ、はい、で2個目あのちょっと見えてると思うんですけど、はい、見えてるですね。ダウン買ってました。いやそうですよね、はい、これこれすごいよな。すごい、あ、ストーンなんですね。いいっすねのダウンで、かっけえ。まあ白のダウンってない、うんうん、し、僕やっぱダウンとかそういうずっと着るものって黒選びがちなんですけど、うんうん、白いいなっていうのでまず目に入ったんですけど、まあ、サイズがジャスト、あだったのと、やっぱ高山さんが今ストアイランド上がってるんで多分これもすぐ上がりますよっていう一言が背中を押されて買いました。なんか古めのストーンアイランドはもうすでに高いんですよ、アウターでもシャツでもなんで。これは6万ぐらいしたんですけど、はい、まあでも全然、うんうんまあ、ダウンならダウンならっていうのと、やっぱなんかあーダウン2着か、うん、でも20着持ってるやついるから大丈夫買いました。全然大丈夫です、はい、そしてまだいっぱい入ってる、めっちゃある、ね、あいいないいないいいな、おー ARC ATP だ、はい、ATP これフランスのアディダスのジャージですね。でこのジップがね、なんかプレスティルって書いてあって、どうやら60年代から80年代ぐらいに採用されていたやつらしい。でもビッタビタなんですよ。ビッタビタで今日髪の毛上げてるじゃないですか。来たらあ、4寸だよ。パチモス一瞬見ますあ、4寸っぽいですって言われて、うん、じゃあ買います。1万円台これはなんか安かったですね、うん、多分サイズだと思うんですよね、うんま、僕でもビタビタなんで、うん、サイズでかかったらめっちゃ欲しいこれ、うんうん、で最後、はい、一番最初に見つけてましたよ、はい、おリバースリバースイブ、おおシンプルに、はい、シンプルにあのリバースイブの、N ハリとのコラボを買おうとしてたんですけど、まあでも言うて古着もいいなって思ってて、はいはいはい、ただリバースイブってでかいの多いからサイズなかったんですよ、はい、なんですけど M で結構縮んでてめっちゃぴったりで、リバースイブはやっぱなんかぴったりがいいっすよねって言われて買いました。ちょろ後半2着ちょろなんかいい買い物できたなというふうに思った4点でした。これ相当充実した買い物ですよ、まあ12万ぐらいでした。おお爆買いっすね。買い物企画初じゃないですか。楽しかったです。総括としては三茶楽しい。三茶楽しいですね、うんうん、三茶楽しいし、パルプさんマジ行ってほしい。本当にぜひ行ってほしい、はい、皆さんも行ってほしい。本当教えたくないけどでもハグレさんも行ってほしいですね、うんうん、めちゃくちゃ良かったです。ちょうどいいローテーションで行きますね多分、うん、パルプさん行って、あ、そうか、その2つは割と近い。そう近いから。高山先生なんか総括ありますか？いやなんか本当は違うお店に行くはずが、たまたまそのパルプさん見つけて、うん、おやなんかここはビビッとくるものがあるぞ、うんと思っ
でその直感を信じてみたらすごいいろいろリンクしてて、で今日対案なんですよ。なんか鳥肌立ったぞ。それだと思います。それかまた三茶第二弾あるぞ。三茶中目はそうですね、やっぱ時間足らんですね、足らんすね、あとはやっぱ夜やってるっていうのがすごくいいなと思ったので、皆さんもぜひ三茶お買い物やってみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。